はい。あ、伊藤です。何ですか？誰ですか？出てきてください。無理です。出てきてください。さよなら。ちょっと出てきて。何来た？はい。本当に来た？はい。出るわ、一回。お願いします。どうした？お疲れ様です。お疲れ、おはよう。どうした？子供いるんですか？子供今寝とる普通に。もう起こすなってこんな朝。ねえ、どうした？何？完全再現だった。何？何？ちょっとお願いします、お願いします。じゃあ、お疲れ。あ、ちょっと聞いて。いや、朝のやつやりたかった、俺も悪いけど。今日どこ行く気知ってる？いや、知らないですね、全然。今日ね、はい、運転手やっておるの。車ないから。あ、そういうことですね。春日井までだから。近い近い。近いですか？ここからでも40分ぐらい。片道。まあでも、その後作業機会もちょっとついてきてほしい。ヘルメット作りたいからさ。なんとなく分かってましたけどね。そう、分かってた。もう絶対車で来いよ。足ないからさ、車ないからさ。はい。じゃあ行こうか。どうしたって2本撮れるの俺の動画。ありがとうございます。嬉しいだろ。はい。だろ。 あそこ行かなくていいですか？どこ？刈谷自動交通公園みたいな。あ、まずパセリ行ってから刈谷交通公園行こうか。OK。 はい。今回ちょっとどこ、春日井か、春日井っすね、春日井の方にちょっと行くんですけど、まあ今回はね、メールアドレスに直接来たんだ俺の。あ、そうなんですか？そう、はい、俺のメールアドレスに、俺って結構いろんなとこにさ、メールアドレス載せたんだよね、普通に、はい、なんか求人サイトとかさ、はい、なんかあと、なんかその仕事をマッチングさせるような、で、会社やってるやん、その外壁塗装と、なんていうの外壁塗装と、はい、あれ、なんていうの、そう、お客さん、はい、うん、塗装業者さんとお客さんをマッチングさせるビジネスやってるじゃん。はい、会社がね、そう、そんなような感じ、本当にそんなような感じ、はい、で、あるんだ、もう今現にさ。あ、そうなんですか？そう、何個か結構あるんだけど、はい、で、そこで例えばじゃあ足場の仕事募集してますって俺がさ、はい、その投稿すると、はい、足場の仕事を発注したい人が見て、あ、じゃあこの業者に一回連絡してみようっていうような感じで、はい、そういうような感じで、多分俺もめちゃくちゃ登録しちゃうから、直接 G メールが来てもどっから来たか分からんだよ。はいはい。でもまあそれも兼ねて、まあ電話してね、はい、まあできれば名刺交換なんてどうですかねって言ったら、ああ全然いいですよっつって、まあ日曜日、その俺も日曜日しか時間がないから、で日曜日でどうですかって言ったら、いいですよってなったもんで、今日なんとまあ行くんですよ。はいはい。でなんとまあ春日井に行ったらね、はい、春日井って結構昼キャバとかそういうのがあるらしくて。はい。まあ、ぜひまあそちらの方も堪能していこうかなと思って、はい、俺最近見たんだわ、なんか昼休憩に足場職人が光らせるみたいな、はい、ありました、ね、バッキャロー。何やつ、仕事しろ。あれバッキャローっすね。あれバッキャローだろ。いや、バッキャローっす、ね、あれ誰の企画、有吉君。もう確実に自分が行きたかったんだなと思ったんで。そうっすね。俺ね、目生き生きしちゃったやん。まあ今回ね、俺のやつはこの後ここに上がるの。何？大谷チャンネル。大谷チャンネルです。なんだっけ、大谷の会社員大谷の日常。会社員大谷の日常に多分これが流れるんだよね、普通に。今もう独立してどれくらいになった？ 1 月15日からの ね。もう今で20日ぐらいになるんか。そうですね。ね、だいたい20日ぐらいだよね。はい。いつもりね、俺一応現場でながらだったから、現場でながら、はい、見積もり作ったのがね、1、2、3、4、5件、6件ぐらいあるんじゃない？あ、そうなんですか？そうそう。そのうちの多分2件は決まってくるもんね。はい。まあ、結構じゃあ、順調っちゃ順調なの？結構順調。あとはだね、あと、まあ、塗り替え道場から材料借りるしかないよね。はい。塗り替え道場から材料トラック借りようかな。借りれるんすか？借りれるんちゃう？最悪。だって俺もこうやって貢献してるわけや。確かに。ねえ。はい。社長、材料貸してくださいよ。材料貸してくださいよ。
ちょこちょこさ、俺も現場行ってもさ、はい、現場でも声かけられるし、はい、まあ、現場でもちょっと見てほしいんだけどみたいな、はい、でもちょこちょこあるから、まあ、ぜひね、まあ社長もね、そこら辺はなんか言っとるじゃん、会社の名前使っていいからさとか、はい、まあ、俺会社の名前使ってさ、結構あの DM とか送ったりとかちょいちょい営業してるでね。まあそうですか、塗り替えもっと塗り替えどうぞ、南施工サービスを使ってねこれさ、今俺今そこでトントンやったんだよ。それちょっとまずい、まずい、まずい。Thanks, thanks, 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 Monica. まあとりあえずもうちょっとでつくんで、まあとりあえずで名刺、まあ僕の名刺だよね。MT 工業の、はい、MT 工業の名刺をね、バーンと投げつけて、あーやってるがいい。何せ、何せ、何せ。まあそんな感じですね。とりあえずまあ一回行って、はい、まあちょっと戻ってきますんで。いいよ、オッケー、ごめんね、はい、よし、じゃあ行ってくるわ。ありがとう、ちょっと、いや、やばいでしょって話だよね。いや、やばいでしょ、いや、言ったよね。いや、イルミナティ、いや、ビル・ゲイツ、あはははは、はは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 は。それは知らないです、ね、知らんか。ああ、ちょっと今行ってきてね、はい、なんとまあ3月ぐらいかな、はい、3月ぐらいに、はい、足場組むことになりました。おお、ザッ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 。まあ多分パッて見とるお客さんはさ、多分なんかこんなすぐ決まるわけねえだろみたいな、はい、多分思うかもしれんけど、で一応あのメールが来て、はい、まあ電話で喋って、はい、まあ見積もりしてほしいって、見積もりしたんだ。その一応図面もらって、はい、その図面でまあ俺のね、その単価出して、はい、まあこれぐらいでできますよみたいな、はい、その出して、でまあ今日初めてだね、会ったのは、はい、でももともと YouTube を見てくれて、そっからなんかまあ僕が独立するってなったから、まあ独立した時にまあちょっと連絡させてもらおうかなっていうことで、まあ今日喋ってたら YouTube でも先に知ってたって。そうそう、 YouTube 先に知ってて、でまあ足場の組み方とかも、はい、まあ良心的だしっつって、はい、まあ全然見た感じで本当綺麗に組んでくれるから、はいはい、逆に頼みたいっつって言ってくれたもんで、はい、めちゃくちゃ嬉しいじゃん俺。なんかすごいですね、その会社じゃなくてさ、南施工じゃなくて、はい、なんか俺みたいな、はいはいはい、俺って俺みたいな感じ、わかる、わかります、南瀬子イコール俺みたいな、はいはいはい、塗り替え道場イコール寺道みたいな、そうですね、そういう感じや、はいはい、でしょ、はい、そうそう、で、まあそこで嬉しいなみたいなそんな感じで思っててるよ俺ねえ、はい、まああとはまあ単価の問題とかもあるけど、はい、で、まあ、まあ今後ね、まあこういうのもまあどんどんどんやっぱ俺も出てくるしさ、増えていくと思うから、はい、で、なんていうんだろう、なんていうの、なんていうの、こういうのってなんかタラレバって言うんかな、タラレバって言うんかな、こういうのって、そうですね、なんていう、なんていうの、そのあれだよ、ナチスドイツのなんかあれやんあいあのノストラダムスの大予言みたいな感じじゃない、で193ページに多分書かれとったよね、普通に、ね、令和3年手紙に仕事を振るっつってノストラダムスの大予言で、俺昨日からずっと滑っとんだ俺なんか滑っとんだ昨日がちょっと今のやばかった嘘、ちゃんとあのカットしてカットしてやばいところカットしてますし、まあ、今後ね、まあ俺もさ C1 で出していくよ、こうやって動画とか、はい、でも一応平日はまあ今日も喋ったのはさ、平日はやっぱ動けないから、はい、まあぜひあの仕事も僕も欲しいんですけど、はい、僕が動けるのは大体まあその平日月曜日から土曜日までは、まあ、やっぱもうね外注、まあ、外注っていうかさ常駐しとるところがあるもんで、はい、そこに応援行っとるから、もう基本的には日曜日に受け仕事やろうかなと、はいはい、やるときはね、はい、でまあ今回はそんな動画、そんな動画ですね、ね、あと今やっとんのが求人道場でね、はい、求人道場、はい、で求人道場もあれも500社超えたんじゃない、超えました、超えた、はい、俺ギリギリじゃない、ギリギリですね、俺ギリギリだよね、はい、入ったの俺ギリギリだよねよかった、ちょっと前に登録したんだ誰かジム行ってなかった、 MT 工業寺道正樹に登録されてましたよとか言って、誰一人行ってなかった、はい、寂しい
何のそう話題にならんだね、まあ、やめてやつは話題にならんのだよね。でまあ求人道場でそのあれだよね、求職者とまあなんていうのあれだろ、企業まあ職人が欲しい会社さんですわね、はい、会社さんがまあその直接マッチングするっていう、はい、でそれは割と求職者から、はい、それも企業は全部見れます。で直接企業に、はい、その入りたいですとかその DM 送ったり電話できたりするんで、はい、ぜひそっちの方もあの見てください。お願いします。まあこれからちょっと有料になるんだよねそれ。いやなんか迷ってましたね。あまだあまだわかんないなんで、今動画流れてるんじゃ多分まだ有料じゃないんで、はい、まあぜひちょっと登録してあのやってください。結構なんか僕の知り合いとかでも入ってて、なんか結構あの1、2回ぐらいなんか電話来て面接してほしいっつって2件ぐらいなんか面接したって言ってたんで、はい、結構それちょこちょこ来てるんでね、まあ、ぜひ職人が欲しい方そっちの方も登録よろしくです。お願いします。お願いします。なんだはいまた見てね。こんな感じいいっすね。いい。